はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、遺留分の放棄と相続放棄の違いについて表にさせていただきましたので、この部分を解説していきたいと思います。まず遺留分の放棄っていうのは、遺留分権者がもう私は遺留分請求しません、遺留分侵害額請求権行使しませんっていうことを主張することですね。もう遺留分いりませんよっていうことです。一方で相続放棄っていうのは、プラスの相続財産もマイナスの相続財産もどちらも引き継ぎません、相続しません、これを主張すること、これが相続放棄ですね。で、この遺留分を放棄できるのか相続放棄できるのかっていうのは、相続開始前と相続開始後によって異なってくるんですね。なので 1,2,3,4 つのパターンを頭に入れておきましょう。まず遺留分放棄からいきます。遺留分の放棄については、相続の開始前であっても行うことができます。そのやり方なんですけども、これは家庭裁判所の許可をもらって遺留分を放棄することが可能です。で、一方で相続開始後については、裁判所の許可は不要です。意思表示をするだけでいいんですね。つまり、私はもう遺留分いりませんよっていうふうに意思表示をすれば、それで遺留分は放棄したことになります。で、続いて相続放棄についていきます。相続放棄については、相続開始前はできないんですね。例えば、私の親がいたとします。親が生きている間に、親が死亡することによって得られる相続権、これを放棄しますっていうのはできませんよっていう話なんですね。で、相続開始後であれば相続放棄は可能です。で、手続きの方法は、家庭裁判所に申述することによって行います。まあ、申述するっていうのは、まあ、申し出をするっていうイメージですね。家庭裁判所に対して相続放棄しますっていうふうに伝えると、まあ、いうことです。で、これについては期間制限があるんですね。期間制限っていうのは、いついつまでに相続放棄してくださいねっていうルールがあります。これは相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄してくださいね。言い換えると、これを過ぎてしまうと原則相続放棄できませんよっていう内容です。この4つ、しっかり頭に入れておきましょう。で、あと、この緑の部分もポイントになってきます。相続放棄をしたからといって、相続権がなくなるわけじゃないんですよ。つまり、相続放棄をしたとしても、法定相続分、もらうことは可能なんですね。で、一方で、相続放棄をした場合、相続放棄をすると、その後、遺留分侵害額請求、これを行使することできないんですよ。つまり、遺留分を放棄しても、相続権はありますよ。でも、相続放棄をしてしまうと、遺留分侵害額請求権は消滅してしまいますよ。っていう話です。これも合わせて頭に入れておきましょう。なので、ポイントについては6個ですね。1,2,3,4,5,6。まあ、これらはすべてですね、頭に入れてください。で、今回理解すべき点があるので、その理解すべき点については、個別指導で解説させていただきます。理解をすれば、宅建試験1回で合格できる資格なんで、こういった部分はもう丸暗記するんじゃなくて、理解すべき点はしっかり理解をしておく。そのような勉強をぜひしてください。そうすれば覚えるものが少なくなりますよね。これが合格の秘訣になります。理解すべき点がわからないっていう方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。